はい、こんにちは、筑波司です。今回なんですけども、遊戯王デュエルモンスターズ千年アイテムメタルマスコットということで、今回これ2回やってきました。で、遊戯王ね、僕小学校の時めっちゃハマってました。ね、あの遊戯王カードを言うてね、もうめっちゃ集めてましたね。もう今はどこに行ったかちょっとね、わからないんですけど、で、今回ね、千年アイテムのマスコットということで、もうね、遊戯王ファン、もしくは僕みたいにね、昔遊戯王カード集めてて遊戯王ハマってましたっていう方にとったら、もうね、たまらないガチャガチャですね。じゃあね、早速ラインナップ見ていきましょう。はい、まず、千年パズル。で、千年城。で、千年ばかり、千年リング、ミレニアムアイ、で、千年タウク、で、千年ロット。この7種類ですね。で、この中での狙いなんですけど、やっぱりね、この遊戯がつけてた千年パズル。もうこれがね、遊戯を象徴する、もう千年アイテムや思うんで、もうこれ一択かな、いうことで。今回ね、じゃあこの千年パズルを狙って、早速開けていきましょう。じゃあ1回目。ポン！さあ何かな？お？あーっと、何やろこれ。あ、ロットやから、千年ロットですね。これ確かね、マリクかなんかが持ってましたよね。はい。じゃあね、もう一個開けてから詳しく見ていきましょう。はい。ポン！さあ、な、うわ、来た来た来た！まさかの千年パズル。うわ、2回目で来たわ。やったてか、なんか、重たいんですよね。やっぱりあの、金属なんで、ほんまの。すんごい重厚感ある。めっちゃ重たい。じゃあね、早速、袋から開けてね、見ていきましょう。はい、まずね、千年ロットですね。うわー、結構作り細かい。で、ほんまにね、金属なんで、なんかこの、なんて言うんですかね、ほんまにね、あの、安っぽい金っていう感じじゃなくて、なんかちょっとね、こう、あの、年月が経ったっていう感じの金属って感じがして、すごいリアリティがありますね。で、ここの紙にね、解説が書いてありますね。人の記憶を支配するって書いてますね。人を洗脳し、意のままに操るという邪悪なアイテム。行動だけでなく、言動まで操ることができる。すごいっすね、このロット。え、このロットええやん。めっちゃええやん、これ。一家に一台ぜひ欲しいですね。ねえ、これね、旦那さんがね、あの、言うことね、ちょっと聞いてくれない時にね、奥さんが使うといいですね。旅行に連れてってくれますよ、これ。使ったら。おりゃーって使ったら。で、二つ目がこのね、千年パズル。はーい。うわ、すごい。もうほんまに金属なんで、すごい重たいんですよ。ねえ、なんか詰まってる感がありますね、やっぱり。まあ、こっちはね、ちょっとロットなんで、ほんまにこの細長いくて、まあ、これでも結構ね、金属って感じはするんですけど、やっぱこのね、あのもう体積が全然違うんで、すんごい重厚感があって、なんかいいですね、これほんまに。で、紙にこのね、解説が書いてますね。結束の力。主人公武藤遊戯が8年の歳月をかけて完成させたパズル。パズルの箱には我を束ねし者、闇の知恵と力を与えんと刻まれていたって書いてますね。まさにね、この千年パズルでね、遊戯はあの闇遊戯になるんですよね。ねえ、闇遊戯めっちゃかっこいいですよね。ねえ、もう全然違いますからね、性格が。普通の遊戯と闇遊戯のね、あの性格のギャップ。ねえ、すごいっすよね。まあ、マリクとかもね、あのね、あ、まあ、バクラとかも、なんかみんなね、180度変わっちゃいますよね、なんか。僕が千年アイテムまとったら、普通の人間なれんちゃん。変態もなくなりますね。もう、おっぱいっていうこともなくなりますね。なんならね、今もうこのね、目をかたどった形のとこ、もうこれがおっぱいに見えてますから、僕は。もう最強ですよ、僕。もう闇遊戯もたじろくぐらいの、ねえ、ほんまに変態ですわ、僕。もう千年パズルならぬね、変態パズルです、僕の場合。はい、今回はね、遊戯王デュエルモンスターズ千年アイテムメタルマスコットというガチャガチャを2つやってきて、千年ロットと、僕がね、このシリーズで狙ってた、このね、
千年パズルが見事当たりました。でこのシリーズ金属製で重厚感があってね、作りもすごくいいんで、もうこれ集める価値あるやろういうことで、もうねちょっとコンプ目指してみようかないうことで、いやまあ僕もねもうちっちゃい頃遊戯をハマってた人間なんでね、もうこれを機会にぜひねコンプを目指してまた回していきたいと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、のリクエスト、あと質問などね、どんどんお待ちしております。あとサブチャンネルの方もお願いします。そちらはエンドロールにありますリンクか、下の説明欄のリンクからお願いします。それではまたお会いいたしましょう。竹馬司でした。バイバーイ。